今日は南国宮崎県は市来というところにやってきました。岸からあまり離れていないこの島の名は月島、気づく島と書きますね。漁業で生活を立てている島でございまして、戸数およそ25戸、そのほとんどが近藤さんで、残りが島の名と同じく月島さんだそうです。家々の中心にある鐘は電気がまだ入らない頃、集会や火事があった時に合図をして鳴らしたもんで、婦人会の集まりは連続して鳴らし、火事の時はガーンガーンガーンと3つ鳴らし、これを繰り返したとか。今はもちろんスピーカーです。さて南の国ですから植物は南国的、例えばビロウでございまして、この月島には島中にビロウの木が群生してます。以前は床柱として切り出された時もあったそうですが、今は持ち出し禁止でございます。島の対岸にはなんとバナナがなってますね。バナナの種類はモンキーバナナと申しまして、お猿さんの大好物というのでこの名がついたかどうかは分かりませんが、輸入物とこう比べますと太く短く、そして味はまあまあというところでございます。はい、これがバナナの花でございまして、美味しそうに今蜜が垂れてございますね。近所に住む月島正俊さんはバナナを育てて20年だそうです。暑い日差しの中で少しでも栄養分をバナナの木に与えてやろうと、雑草や余分な葉っぱやバナナの花を切り落としております。はい、雲がいますね。ああ驚いた。スパッ、はい、バナナの花を切り落としました。バナナが輸入される前は売り物として月島さんの他にも何人かの人がバナナを作っていましたが、現在は食べるよりも観賞用、2万本以上のバナナの木を観賞用にしておくのはもったいないですね。1本くださいよ。